知恵袋に答えよう第2弾。おお、懐かしい。はい、結構良かったみたいなんで。ネイチャーバーガーのファンとバトってたやつ。バトってたやつ、目障りですね。でももう数年前の、うん、なんで、またちょっと質問が増えたみたいなので知恵袋で、僕たちが直々に答えられたらなと。はい、ベストアンサーとかあるけど、はい、あるけれども一応本当の答えと、まあ、ベストアンサーが被ったりももしかしたらするかもしれませんけれども、はい、読みたいと思います。一つ目、キューバンガイレトロの京極さんを知り初めて芸人さんに興味を持ちました、はい、ありがとうございます。現在私はジャニオタのため全く芸人さんの界隈がわからないのですが、どこで会うことができるでしょうか。またシャボン玉を一緒にしたいのですが、できるようなイベントは芸人さん界隈ではあるのでしょうか。教えてくださいすると嬉しいです。何やろ、ほとんどの界隈でシャボン玉ができる界隈。ハッシュタグ9番が入れたろ、ハッシュタグシャボン玉、ハッシュタグやりたい、ハッシュタグお願い。いや、そっす、ケツ2つは普通にね、こ射精のかましいね。ということです、ね、ベストアンサー、一応ベストアンサーベストアンサーあんの。他の方の記述にもある通り、はい、9番が入れたのは複数ある吉本の劇場の中でも神保町吉本漫才劇場というところに所属しています。そのため他の会場でも見れますが、基本神保町吉本漫才劇場で開催されているライブに出演されています。ジャニーズの方より芸人さんは距離が近いですが、ライブ以外に直接会う方法はほとんどないと思います。シャボン玉も聞いたことがないので難しいかと思われます。聞いたことないよ。また9番が入れたのは若手の芸人さんの中でも特に人気なので、近くで見るのは一般販売のチケットでは難しいと思います。ことないよ。ベストアンサーへの返答、質問者からのご返信ありがとうございます。神保町吉本漫才劇場調べさせていただきました。さすがチケット完売されてました。漫才を生で見てみたすぎるので、近くでなくとも当日券を頑張って取りたいと思います。シャボン玉は一人でやることにします。芸人ファンの方が優しくて安心しました。ありがとうございます。なんか2つの軸走ってんねんな。ちゃんと、まず、まあ、これいつの質問か分かんないですけど、3月、うん、ここ最近でいくと神保町吉本漫才劇場にいることの方が少ないです。確かに、うん、月多分5日ぐらいちゃう。基本的な、ことはマネージャーのアカウントだったり、キューバンガイレトロのインフォもありますので、そちらで大体分かります、どこにいるかは。なので、シャボン玉に関しては今んとこないです。予定は何したいって言ったっけ。シャボン玉を一緒に、一緒にシャボン玉をやりたいんですって。ちっちゃい子ちゃう。ちっちゃい子やったらすごい丁寧な文字ですよ。これは界隈とか言ってるからね、うん、でも一生ないかって言われたら、うん、あるよりじゃない。これはそんなにオッズ高くないと思う。この先の仕事でシャボン玉系の仕事入るか入らんかに100万かけなあかんやったら入るやな。変なの入るから、ありえるからね全然、うん、その代々木公園でどうとかの営業とかやったりとか。あとただまあ子供向けかな、うん、多分まあ普通にシャボン玉をするっていうライブを売ったりする可能性は高めの芸人では。ライブ主催はないわ。シャボン玉を打つ、いやだからそのやる、これあれですよ、別に触れ合いとかそういう話じゃなくて、シャボン玉をテーマにした。テーマ、いやコーナーの1個でたまたまで使ってた。シャボン玉お笑いみたいなのは、まあ、その一番ありえる。いやそのボケが思いついてのシャボン玉、じゃあやってみようぜ。で一緒にできるかって言われたらこれはちょっと厳しい。できひんよ。その、俺たちがシャボン玉やる可能性は結構あるです。何これ。はい、続いて、人気が出てファンが増えるとそれだけマナーの悪い客が目立ち出し出す。はい、目立ち出し出す。芸人界隈ではよく見る光景、金属バットですら人気がピークの時は最前列のくせに途中退場するファンがいて、はい、悪い意味で話題になる、はい、なのであまり気にな…あ、ベストアンサーでした。9番街レトロの一部のファンについてどう思いますかという質問です。はい、で今ね、それに対するベストアンサー、人気が出てファンが増えるとそれだけマナーの悪い客が目立ち出し出す。芸人界隈では変な語尾の人みたいになるから。俺はもうそのまま読みますからね。金属バットですら人気がピークの時は最前列のくせに途中退場するファンがいて悪い意味で話題になった。なのでなった出す。あまり気にならない出すね。
マナー悪いワーキャーファンって時間が経てばいつの間にかどっかに消えてるんで、今までの経験上芸人の人気が落ちてきたり、他に勢いのある芸人が出てくるとそっちに飛びつく、はあ、吸盤外レトロに負担がかからないかどうかが心配ですね。マナー悪いファンは芸人自体のイメージを悪くしてしまうことがあるんで、しかしマナーの悪い客は何を言っても無駄ですね。吸盤外レトロが注意しても言うこと聞かないですから、どっか行くのを待つしかない。ベストアンサーだねもうでもまあ俺らが答えるとしたら、キューバンガレットの一部のファンについてどう思いますか？むずすぎ。いや無視かな。あのやんなということはしっかり言った上で無視です。しゅんちゃんまだまだ物足りない。キューバンガレトロというお笑いコンビの京極さんという人の人気が高いようですが、うん、何か理由があるんですか？地上波ではあまりお見かけしないので、なぜ人気なのか気になりました。やがましわい。ごもっともではあるけど、確かに地上波でマジで地上波ではお見かけしないよ、ま、だいぶ丁寧に言ってくれてるよえ、それのアンサーは？ベストアンサーはまだ決められてないけど、回答は2件、カリスマだからです。何がよ、早く回答してくれいや続きはないです。カリスマだからです。イケメンで声が良くてネタが面白いからじゃないでしょうか？全部やん。キューバンガレトロのネタは京極さんが書いているのですが、相方の中村俊さんの使い方が上手いだけでなく、2人のアドリブも聞いていてすごく面白いです。ネタだけでなく平場も面白いです。2人のトークは永遠に聞いてられます。ラジオは現在オールナイトニッポンポッドキャストを担当しています。地上波だと深夜の蜂蜜という番組に何度も出演しています。ぜひ見てみてください。親やろお前のこれこれこの親みたいなぐらい全部をまんべんなく褒めたで、うん、いやだからそのどこがいいのかを聞かれたからね、うん、しっかりとここで悪いとこ言っても意味わからんし。え、ちょっとなんか他もっと何かな。これは俺ら答えがいのある。何ですか？キューバンガレトロの YouTube チャンネルについてです。2年前に投稿されている中村が15歳の頃に戻ったという動画で映り込んでいるお二人の芸人さんのお名前を教えていただきたいです。それぞれ動画の30秒あたり40秒あたりに映り込んでいる方です。どなたか芸人さんに詳しい方、回答よろしくお願いいたします。あの下はえ、これは1個目はマイム、マイムやね。下はベンガルトラの方です。で町田です。で左が町田ですね。丸では囲われてないですけれども、でも回答してくれてんじゃん。さあ回答どうなっているか。上の写真はサンタモニカのマイムさんだと思います。下の写真は分かりませんでした。キューバンガレトロの中村さんについて質問です。しゅんさんの YouTube で探している動画があります。しゅんさんと素敵じゃないか柏木さんが2人で出てる動画で、笑うときに手を叩くんじゃなくて何かを引き伸ばしてるやつです。エグイチ東京で探しても見つかりませんでした。優しい方どうか教えてください。見つかるよ見つかんねよ。ベストアンサー見つかるようです。こんな旗ダメですリンクなんか貼らないでください。これね、もうでも普通にレサムネもこれ2人で、うん、見つかるな。そうやで、うん、見つかるよベストアンサーありかなしかで言うとガンダム。キューバンガレトロの中村俊さんに DM またはファンレターを送りたいと考えています。これらを送った場合何かしらの反応が俊さんからありますか？ベストアンサー、はい、ご本人が YouTube の動画の中で来た DM には全部いいねすると発言されていたので、とりあえず反応はあるかと思います。また数年前は誕生日にもらったプレゼントの開封動画を上げていたので、そちらもある意味反応かと思います。今は以前より仕事も増えて忙しくされているので、お返事や反応があったらラッキーくらいの気持ちで送った方がいいかもしれません。個人的にはファンレターなどはファンから推しに一方的に送るものという考え方なので、ラジオなのでファンレター送ってくれてる人たちありがとうと言ってくれるだけでも十分なリアクションだと思います。ただ某お笑いコンクールのやらせ疑惑などで嫌な DM を送るという発信をされていたので、好意的な内容のメッセージを送ってもらえるのはきっと嬉しいと思いますよ。あでもほとんど合ってると思うんですけど、今はもう一切基本的には押さないです、ね、うん、最近もなんかガチできつい振られ方してた男とかは結構ちゃんと返してあげたりしてお前それきつっていう。でも病んでたら返すわけじゃないから、うん、なんかむずい、そうね、むずいね。ファンレターはほんまにこれは何回も言ってるけど、ハガキでもう宛先とかも書いてポスト入れる状態だけのハガキやったら返ってくる可能性があります、うん、絶対に返しますとか言うとねちょっとあれなんで、
ありがとうございます。でもそんな思ってくださって、9番が入れたのは京極さんが好きなのですが、クラス T シャツのセネームいいのありませんか。セネームっていうのがちょっとよくわからないですけど、あ、だから普通にサッカーの名前みたいな、あ、そういうことね。だから僕が好きなんですけどそれいいのありませんかっていう質問があって回答がありまして、なんか AI からのお助け回答っていうのがある。そんなんあんねや。ね、京極さんのキャラクターに合ったセネームの提案としては以下のようなものが考えられます。レトロ侍、何がええねん、時代遅れ、昭和男子、ノスタルジア、ヴィンテージ男。京極さんは昔ながらの価値観を大切にする一方で現代社会とはややずれた存在感があります。そういった面を表す言葉をセネームにすると彼の個性がよく現れると思います。確かにどれが来ても京極のことやなって分かるもん。分からんやろお前、誰が時代遅れやねん。ヴィンテージ男、ヴィンテージ男、もっとずっと革ジャンとかじゃないと。レトロ侍の、レトロ侍、ヴィンテージ男、枯れたら京極侍、俺京極カザとやめたら時代遅れ、最悪やねん。ヴィンテージ男、昭和男子、平成生まれやねんけど。ありかなしかで言うとガンダム、チームクレー。何その言い名付け。まあでも確かにもっと深い京極のやつは出していいかもよ。あ、 SNS やってない、どっかで絶対言ってんねんけどな。いや、それどっかにぶって散れ探されへんから、うーん一個にまとめといてあげたら。まああとやっぱ俺はあんまないから、その裏表も。だから そのシャボン玉とかやってるかとか先言っておいてあげないと。全部言わなあかんの俺、そのシャボン玉から何から。いや俺ほんま 言うべきやと。やらんことまで言い出したらもうマジで全部やで、うん、消去法であん時にあれ言ってなかったらやるんや。いやだから基本的に法は犯しませんからやらなあかんや。じゃあまず基本的に法律は犯しませんし法の上でやってますしみたいな、うん、うん、セネームにするなら大体こんな感じです。だからは出しといてあげる。俺から出すのセネームにするならだと AI に嫌な手間が、まあ、それ時代遅れではないからさ、うん、ヴィンテージ男、時代遅れってさ、なんか老害みたいないじられ方そうね、老害の優しい言い方やもんな昔の言い方やもんな、うん、老害の時間あった時の言い方、うん、4文字も言う頑固じじいみたいなことやろ、うん、昭和男子とか言われて1年ぐらいいるなやっぱな。そうね、うん、です。ありがとうございました、すいません。またこんばんは。今日はこれ覚悟の親指爪